映画「ドライブ・マイ・カー」2021年の監督濱口竜介と音楽石橋英子による共同企画による新作長編劇映画「悪は存在しない」がイタリアで開催される第80回ベネチア国際映画祭コンペティション部門に正式出品されることが決定し、現地でワールドプレミア上映されることになった。世界中で話題になったドライブ・マイ・カー以降、濱口監督にとっては長編映画最新作となる。始まりは石橋がライブパフォーマンスのための映像を濱口に依頼したことで、濱口はこれを快諾。二人による音楽映像プロジェクトがスタートした。その音楽ライブ用の映像を制作する過程で106分の長編劇映画「悪は存在しない」が完成した。